何度も繰り返していくことで体が覚えてきます。コントロールがいいピッチャーって皆さんどういうイメージですか？得点圏にいる場面でコントロールがいいピッチャーかなって僕は思います。まあ、コントロールって簡単に言えばとさえ良ければ大体そこに行きます。これは僕がやっていたこと、誰でもできることじゃないかなと思うので、皆さんこんにちは。いつもコントロールチャンネルをご視聴していただきありがとうございます。コントロールの話をしたいなと思います。上級編といいますか、僕がやってきたことを今日は皆さんにお伝えしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。早速いきたいと思うんですけど、常に同じフォーム、投げ方で投げれればそこに投げれます。でもコンディションだったりマウンド状況であったり、今日風が強いんですけど、風があるないとかでバランスを崩してフォームが乱れてそこに行かないっていうことがあるので、キャッチボールから常に日頃から意識して行えばコントロールはすぐには良くならないですけど、だん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 、自分の中で見えてくるっていうんですかね。僕が少し今日こうコントロールがこう良くないなというかバランスが悪いなと思う時に行っていた練習方法を今日も皆さんに伝えていきたいと思います。地面 8m44 の距離で投げるんですけども、この距離で普段投げます。でももっと言えば 10m の距離でストライクがもし入ることができなければ 18m の距離でストライクが入るわけはないですよね。なので僕はちょっと調子が悪いな、バランスが悪いな、リズムが悪いなって時は少し前から投げるようにしてます。なるべく人に受けてもらいます。特にキャッチャーでベースがあればなるべくベースを置いてもらうんですけども、これでまずストライク取る練習をします。でまずこの時に自分の状態を確認します。例えば今日今から初めて投げるんですけども、投げるよ、投げていった時に、あ、ちょっと今抜けました、抜けたなって言った時にどこがおかしかったのかってことをまず自分で考えてください。今僕が思ったのは少しリリースポイントが早かったかなと思いました。なのでそれを修正します。あ、引っ掛けました、はい、今前で持ちすぎましたというかちょっとバランスが良くなかったんですけど、これでなんでおかしいのかな、なんで良かったのかなってことをずっと考えてほしいです。この時の注意点としてはいくつかあるんですけども、近いからといってまずフォームを抜かない、しっかりと投げる時と同じような、形で立ってほしいです。これも立ってると思うんですけども突っ込んでる、でも僕の場合は止まるんですけども、立つ、しっかり立ってるで移動していきますよね。でこの横の時間を大事にします。近いからといってすぐに整体して投げるんじゃなくて、横の時間を少し長くするで最後もしっかり立ってほしいです。いや、キャッチボールもピッチングもそうなんですけども、コントロールって簡単に言えばタイミングとリズムさえ良ければ大体そこに行きます。そのリズムだったりタイミングが おかしいから、来る、そこに投げれないってことがあるので、タイミングとリズム合わせてほしいです。立つ、移動する、立つね、これをひたすらやります。この距離なので重くし投げなくていいと思います。もう本当に5割とか4割とか、そういう風にすればいいんじゃないかなと思います。よくありがちなのは右膝がすぐ離れてしまうんですね。これが一番ダメで、結局両足ついた時ってものは右足っていうのは離れそうです。でもこれがこうなのかこうなのかで全然プレートを切れる力が変わるんですね。でも近いからこう投げ下ろす感じがあるので、それを怠って離れてしまう。2本の足で移動する、体重移動するのか1本の足で投げるのか体重移動するのかでは全然力の伝わり方は違います。なので注意としてはなるべく右足は残しておいてあげる、残すというか早く上げないようにしてほしいですね。これを
僕はほぼ毎日こうやって投げるんだっていうことを自分で覚え込ませます。もうコントロールってそこしかないんじゃないかなと。頭で思い描いたことをそこに投げることが大事なんですけども、それができないから難しい。なのでやっぱバランスよく立つ、移動する、でリズムとタイミングさえ合わせて投げる、これを今僕こうやって言ってますけども、なかなかいかないと思うので、これを何度も繰り返していくことで体が覚えてきます。これは誰でもできることじゃないかなと思うので、ぜひ皆さんやってみてほしいなと思います。次はマウンドの上で投げます。ここからが、コントロールの上級編といいますか、応用編ですね。今近い距離で投げましたよね。でそれを覚え込ませたのをここでも同じようにやります。しっかり立つ、移動する、立つね。ピッチング練習でいいボール投げても試合で、投げれないです。相手がいる、バッターがいる、環境、いろんな応援がある。なのでブルペンで皆さんやってほしいのは、もちろん腕を振ることも大事なんですけども、バランスよく、リズムよく、タイミングよく投げることを徹底してほしいなと思います。そうすることである程度のストライクゾーンには行くんじゃないかなと。でここからがすごく難しいんですけども、コントロールがいいピッチャーって皆さんどういうイメージですか？もうここにビシビシ行く、高さもコースもビシビシに行くっていうピッチャーがコントロールがいいというイメージをお持ちかなと思うんですけども、そんなピッチャーいないです。100球投げて100球ともここに投げれるピッチャーがいないです。必ず間違いを起こします。でも大事な場面、得点圏にいる場面で失投が少ないピッチャーっていうのはコントロールがいいピッチャーかなって僕は思います。なのでやっぱりここって時のコントロールミスをしないピッチャーがコントロールがいいのかなと思うんですけども、まず一つやってほしいのは、もちろんコース狙うはするんですけども、まずはストライクゾーン投げてください。ストライクゾーンにボールが行くっていうことは、外から見てると、あ、この子コントロールがいいんだなって思います。でバッターは、あ、追い込まれたくない、ストライク取られたくないってことで早打ちになります。球数が抑えられたり、まずは狙うというよりもストライクゾーンにどん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 投げ込んでいってほしいなと思います。一つ目が。で二つ目、よく皆さんもプロ野球の OB の方も言われるんですけども、ストライクゾーンをどう見るかですよね。僕も実際ここばっかり狙ってはいるんですけども、ここだけで見てないです。極端な話、プレートが、ベースはこうあります。でこれをまあ半分にします。半分でこっちとこっちに行けばいいかなぐらい投げます。まずは、右バッターの外なのか内なのかっていう見方で十分じゃないかなと思います。高さもあるので工程もやっていけばいろんなパターンができてくるんですけども、まずはコースで言うと外なのか内なのかっていう見方をしてください。やっぱいいピッチャーっていうものはだん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 こっちに行きます。要はだん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 外れていきます。スライ変化球もまっすぐも、それをまずやってほしいんですけども、もう本当に簡単にいいんで半分に切るっていうことをまず2つ目でやってほしいなと思います。で3つ目、これは僕がやっていたこと、柳投手にも言ったかな。その彼もコントロールはいいですよね。こうキャッチャー構えますよね、外まっすぐに。でここだけのベースで、ミットだけの見るとホームから、マウンドから見るとすぐ的は小さいんですね。でもちろん状況、僕は考えながら野球をしてくださいっていつも言ってますけども、いろんな状況があります。ランナーがいない場面、いる場面、打たれていい場面、打たれちゃいけない場面、もっと言えば点を取られていい場面、ダメな場面、いろんな場面があります。カウントによっても、間違ってもいい方を選びます。例えばカウント2ボール2ストライクって場面になります。ピッチャーの心理からしたら三振を取りたい、勝負球打ち取りたいっていう欲で、ここを狙うと失投してきて中に入ってきてパカンって打たれる傾向ってよくあると思うんですけども、間違っていい方向はこっちよりこっちですよね。ボールが外れるっていうのは、間違っちゃいけないのはこっちに入ってくることですよね。これベースの上を通すことね。なので間違っても
いい方向はこっちからこっちなので、グローブを大げさに言いますよ、こう見ます、2個分ね、だと的が大きくなるので狙いやすくなる。状況をしっかり判断して的を大きくしてあげて、間違っていい方向に投げるように練習してました。例えばランナー2塁にしましょう。で、間違っちゃいけないのはバカーンってヒット打たれて点を取られることがピッチャーは避けたいです。2ストライク2ボールで、例えばまっすぐが出ました、で狙いたい、あそこを狙うってなるとすごく的が小さいです。で投げていくと、多分狙いすぎてシュートして中に入る、こういう風に入ってしまうことがあります。これはよくあることなんですけども、ボールならまだチャンスがある、でも勝負行きたい、だったらあのミットを見ます。でもう一個、こっちから見ると、そう、そっちかなにミットが2個あるような感じで的を大きくしてあげます。で投げると的が大きいのでそこに行きやすくなります。要は物の見方というんですかね、捉え方で気持ち的に優位に持たせることが大事なので、これもちょっと大きく見てあげるんですね。ミット、間違っていい方向にミットをもう一個置いてあげる、これが高さでもいいし低さでもいいし、今は外という選択をしたのでそこを狙ったので、そこを見ながらランナー二塁で投げてあげると今のボールになりました。でもまだあるという、こう精神的優位にだん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 持っていける。まあ 3-2 になったので苦しくなるんですけども、打たれるよりかはマシかなと思うので、そういう風に見ていけばコントロールミスはしにくくなるんじゃないかなと思います。右ピッチャーは右のアウト外、左ピッチャーは左のアウト外に投げることが一番難しいんですね。なので僕はキャンプ中に行っていたことは、ここに投げることとここに投げることとここに投げることをずっとやってました。ボールを投げる練習も意味があるのかっていうんですけども、たったこのボールの1個2個分の出し入れをする練習ですね、これも反復練習をすることで体が覚えてくれるので、僕はキャンプ中っていうのは本当にここしか練習してないです。変化球もここ3つ、これは実際僕が行っていたこと、まあ、上級編かわからないですけども、まあ、応用編として、今日皆さんに伝えさせていただいたので、ぜひ取り入れてほしいなと思います。